ライフハック。準備運動といえば、運動前に軽く体を動かし準備するものとお考えではないでしょうか。しかしそれは違うのです。本気で事故や怪我を避けるには、準備運動にも本気が必要なのです。準備運動を始めます。準備運動に入る前に基本姿勢を意識してください。耳たぶ、肩峰、大天使、膝蓋骨の後面、外くるぶしが一直線になるように姿勢を意識してください。はじめに背伸びです。続いて側屈です。1、2、3、4、5、6、7、反対。2、2、3、4、5、6、7、治ります。続いて反動をつけて行います。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。その場で跳躍をします。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。続いて前後回旋です。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。続いて内外旋です。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。続いて前後屈です。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。続いて浅く伸脚をします。1、2、3、4、5、6、7、反対。2、2、3、4、5、6、7。続いて反動をつけます。1、2、3、4、5、6、7。反対。2、2、3、4、5、6、7。続いて深くいきます。1、2、3、4、5、6、7。反対。2、2、3、4、5、6、7、8。屈伸です。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。腓腹筋を伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。反対。2、2、3、4、5、6、7、8。ひらめ筋を伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。反対。2、2、3、4、5、6、7、8。腓腹筋を反動をつけて行います。1、2、3、4、5、6、7、8。
1、2、3、4、5、6、7、反対。2、2、3、4、5、6、7、8。また割りです。続いて肩を入れます。反動をつけましょう。1、2、3、4、5、6、7。反対。2、2、3、4、5、6、7、8。足のスイングです。股関節を前後に回します。準備運動終わり。やってみましょう。